今回は2023冬の展示会を見に来ました。はい、2人と一緒に展示会を回りながらコーディネートを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあお名前をお願いします。ハテナ代々木上原店の江口と申します。よろしくお願いいたします。ユニ神戸路面店の西脇と申します。よろしくお願いいたします。ではユニと V のショールームに展示してきましたが、見ていきましょうか。気になったのありましたか？これがすごい絶対に使えるジャンスか。かわいい。でも中にこういうね、タートルのニット入れたり。そのニットもかわいいです。こういうなんかスウェットっぽいのも入れれるなって思ったので、すごい使える、絶対使える。私このニットが気になってて。似合いそうですね。青がかわいい。もう青といえば、青といえば、青といえば。はい、しかもこの裾の刺繍がかわいいですよね。刺繍されてると思って、なんか青のニットかわいいなって思った後に裾見たら、なんかこういうワンポイントがあって、あ、すごい、なんかちょっと寂しくなりがちなので、裾の方は、はい、デザイン聞いててかわいい、さすがユニって思いながら見てました。大事ですよね。大事です。ワンポイントが、はい、あれも気に入りです。私これ結構驚きだったんですけど。あ、私も驚いた。すごいよね。可愛いですよね。もう細かいレースがたくさんついていて、色も全部違うんですよ。ここの色も全部違ってるのがすごい細かくて。いや、すごい配色決めるのもすごい大変そうな。そうですね、配色がすごい可愛いなと思って、さすがユニ。そうですね、さすがユニのなんか一手間だなっていう感じありますね。はい、こだわり詰まってて特別だなと思って気になってました。シャツでいうと、私こちらのシャツがすごく気になってまして。可愛いです、このシャツ。変形タイプのシャツが、江口さんのためのって感じ。ありがとうございます。変形タイプ。変形タイプのシャツはすごい好きなんですけど、なんか前後差ついてるやつはよくあるんですけど、前だけ絞れるタイプのシャツは見たことなくて、うん、あ、すごい珍しいと思って、なんかこれにこういうなんかニットベストみたいなものをちょっとこう重ねても、これも可愛い、はい、可愛いですよね。可愛い。こっちも前が短くて後ろが長いので、多分このシャツとの相性抜群なんじゃないかなって、あの見ながら思ってました。こちらも可愛いです。昨日これ着たんですけど。あ、着てた。なんかもうすごい可愛くないですか。淡い色でとってもお似合いでした。小鼻柄。さっき江口さんが合わせてらっしゃったこれを合わせてきたんですけど。大人気ですね。これすごい良かったです。このボタンの多さがすごい。ちょっと一手間ですけど、その一手間もなんか愛情に変わるなって思います、ね、愛情に変わるな。こんな感じでバランスがすごく、この下に一応パンツを履いたんですけど、水色かわいい。水色でまとめてきてもかわいい、かわいい、爽やか、爽やか系ですね。 V はでも今回個人的には少し先ですが、春物のアイテムも大好きで、この可愛いです、はい、合わせが。そうなんですよね。 V としてはなかなかあんまりないあのワンピースを作ってて、で、得意なカットソーのベストなんですけど、可愛いですこの色、はい、一押しはオレンジが一押しで、なんかこういうもう長袖のカットソーでもうこのまま上から着ても可愛いので、これはむしろ今欲しいくらいの、はい、アイテムです。ノースリーで着ても1枚で着ても絶対可愛い、可愛いですよね。いや本当におすすめです、皆さんぜひ、はい、はい、個人的にはもう一番これが目に留まって、可愛い、このマスコットみたいな。あ、わかります。ちょっとマスコット感、この耳っぽいのが
これ取り外せるんですよね。取り外せます。別売りですね。こんな感じで、もうなんかうさ耳みたいな。確かにつけてみてほしいです。いいですか？ぜひします。ぜひぜひ。こんな感じに。可愛い。これはこうするのが合ってますか？正解です。あったかいなってすごい。あ、そうですよね。なんか素材がやっぱりなんか毛が飛ばない。あ、そうです。素材なので、はい、なんかすごい冬になんか毛がまとわりつくのが苦手なんですけど、なんかまつげとかについちゃったりしますもんね。でもこれは本当に毛が飛ばないっていう点で、デザイナーが、はい、毛が飛ばないこういうちょっと立体感ある素材のお洋服を作りたかったっていうので使わせていただいた素材なので、まさしく毛が飛ばないけどふっくらした感じで秋冬っぽく着れる楽しいお洋服だと思います。そうですよね。そうだよね。そうだよね。そうですね。さっきからこれ気になってますよね。あ、そう、さっきずっと触ってますよ。そうそうそう。いや、これが気になっている。でも、一押しの好きなやつ。どうなってるんだろうって思ってました。そう、いや、なんかここ横が空いてるって。そうなの。空いてますね。空いてるわと思って、前立て演出するとかできるタイプのやつ。すごい。すごい。どういうことですか。あ、そう、なんかこういうの着て。なんかこれをスリットが深いからいやおしゃれ初めてのタイプ。そう、今無理やり入れちゃってるんですけどこんな感じで着たりとかができるから、すごい。でウエスト絞ってもいいわけですか。あ、そう、なんか前で結んでもいいし後ろで結んでもいいので、すごい垂らしてるの確かに可愛いですね。垂らしてる感じがおしゃれで、だこういうのに黒のロングブーツとか合わせても可愛いので、はい、はい、なんか絶対かわいい。ちょっとミドル丈のスカートにはロングブーツを今年合わせたいっていう、もう決めてらっしゃるんです。決めてます。先のことを。そう、さすが。本当に今撮影してるの夏なので全然ブーツとかではないんですけど。あ、もうこれ絶対、はい、みんな好き。これの下にこれ着て。あ、思ってました。もうこの並びでもう思ってました。そう、この感じでちょっと合わせてぜひ。色合いがかわいい。あ、もう絶対買います。私は、まあ、でも一番はこれだったんですけど。あ、そうなんだ。え、でもなんかちょっとこれもカジュアル。あ、なんか意外と私服はカジュアルかもしれないです。あ、そうなんだ。そうなんです。可愛らしいイメージが、イメージ、うん、フリルみたいなイメージがある。そう、あ、確かによく言われます。え、でも本当はコンビニに行くみたいな格好が好きで、あ、その辺楽な、すごい人それぞれすぎて、あ、そうやな、色意外性を出していただいて、ニューニシワキを出して、ニューニシワキ見てみたい。だからこういうのが好きです。ああ、ロンティーとかが積み上げてるみたいな。いいから。え、ドキドキする。ドキドキする。どれだと思いますか。どれだと思いますか。あ、これはこちらから当てていくスタイル。もうこれは西橋さんにお任せします。どれ。これとか言う。ユニは、はい、あ、来ると思った。あ、そう、意外だった。意外でしたか。はい、意外だった、はい、あ、かわいい。もうコート、シャギーコートですね。はい、え、色がかわいい。今からコーディネートをブランドミックスで考えてもらいます。かしこまりました。かしこまりました。お任せください。おう、おう気になっていたキンガムのシリーズです、はい、あ、おー、なんと、あ、お、かしこまりました。お好きな方、そうですね、お好きな方、はい、はい、はい、着ていただきたいと思います。着替えました。着替えました。どうでしょう、野口さんの赤の差し色がめちゃくちゃ可愛い。なんか秋冬といったら赤そう、すごいハマった。髪色とも合ってて、あ、そうなんですよ、可愛いです。オレンジにしたので赤差し色にして、でちょっとパーリーシーのこの、あ、可愛い、可愛いと思ってたので、はい、モノトーンで合わせました。きなりのパンツと合わせたかったので、
かわいい。このサボンの裾がキュッてなってるパンツすごい可愛いって、すごい履き心地良さそう、はい、絶対履きたかった、密かに狙ってたパンツで、あ、じゃあもういい機会ですいい機会でした。かわいい、色が似合うね。ありがとうございます。撮ったらこんな感じで、あ、撮っても可愛い、ひらひら、はい、さっき話してた、あ、確かに、で、あ、そうなんです、もうちょっと寒くなってきたら、はい、こういうフィグのあのカーディガンを、あ、で白いニット可愛い、結構リボンがいっぱいになっちゃったので、さっき前にしてたこれは後ろに、あ、後ろで、うん、すみません、変えられるの、印象は変えられます。来ていただきました。ずっと着たかったこの軽い素敵な配色のコート。配色がめちゃくちゃ可愛いです。配色がもう目を引きすぎて ね。これだけズバ抜けてなんか目立っている気が。本当に軽いです。でもあったかい。すごい軽くてあったかそうな。なんか長さの割にすごい軽く感じているので。なんか肩凝らない感じが大事冬のアウターは肩凝らない感じが大事だなと思います。ちゃんとついております。裏地の色も可愛いですね。可愛いですね。グレーで、グレーのパンツと合わせてみました。すごい色合わせ、めちゃくちゃこのコーディネート可愛いです。あ、気に入ってます。結構いい感じ。結構いい感じ可愛い。やったーい。着る前はこんな感じで、はい、スポーティーな格好に羽織ってみようと思ってます。はい、合わせてみました、はい、かわいいです。ちょっと緑というか青というかみたいな色をちょっと拾ってみたんですけど、なんかこういうコートをフードを出して羽織りたいっていうのがすごい好みで、江口さんらしいですね。あ、フードを出すのは。なんかユニだとちょっとあんまりスポーティーなお洋服のイメージがないので、あえてちょっとこういう感じでスポーティー合わせにしました一周回っていただいて分かったと思うんですけど、後ろのこのフードのクマになっちゃう。この耳が可愛すぎて、もう後ろ姿が愛おしいですね。コートオンコート、完全防御。そうなんです。でもさっき着てたみたいに袖にボリュームはあるんですけど、全然羽織れたので結構中に厚着できるタイプのコートなんだなっていう感じですね。めちゃくちゃ軽い。軽い。チャイルドウーマン、ドッグアンドストレッチ、チャイルドウーマン、はい、ショールームですね。来ました。来ました。はい。見ていきます。これがすごい色が可愛くて好きなんですよね。はい、江口さんが好きそうな配色、ね、どっちも可愛いですね。どっちも可愛い。でも雰囲気全然違いますね、両方。広げて、チャイルドって感じ、ね、確かに色の感じがチャイルドウーマンって感じがしてますね。お袖のボタンも、あー、本当だ、ついてます。気づいてなかった。気づいてなかった気づいてなかったポイントをありがとうございます。可愛い。可愛い。もうデニムに合わせるだけで可愛い。そういう合わせですね。これすごい、うん、かわいい。もう大きくなって、前これありましたよね。これの白、なんか前、確かにありましたよね。サーマル素材で、はい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 、あったやつの、あ、大きくなりましたね。そういう流れ、拡大、拡大されているしかも全部リボンが違う。かわいい。かわいいですね。素敵。すごい。大きくなっちゃった。大きくなっちゃった。あ、聞いてみたいですね。聞いてみたいですね。かわいい。かわいい。スカートと、スカートとパンツが、あ、パンツ、あ、3肩、3肩あります。そう、冬はちょっと寒いので、はい、重ね使いしてもかわいいです。これすごい気になってますよね。すごい綺麗。そう、すごい綺麗。こんな、何種類ですか。1、2、3、4、5、6種類6種類すごい贅沢。贅沢。もう人柄でも成立する柄を全部組み合わせて、絶妙な柄合わせですよね。いつも
でもまとまっててすごい可愛いですね。いろんな柄が入ってるのに、なんかこういうテンションで着たい。あ、このくらいの感じで着たいですよね。柄柄合わせ可愛い。チャイルドですね。柄柄合わせ可愛いですね。これすごい好きで見てました。あ、狙っていた。はい、狙ってました。またアウターオンアウターですが、はい、どれだけ中に着込めるかっていう。うんうんうん、そうすごい白きなり。あ、でも着れちゃうんですね。はい、全然着れますね。全然着れてますね。いい、めちゃくちゃ軽いです。はい、超軽い。かわいい。かわいい。あったかそう。めちゃくちゃあったかいです。どれが気になる？私はもうなんか本当チェックが大好きすぎるんですけど。そうなんだ。これもちょっと気になりました。あ、かわいい。このチェックもなんか大人っぽい。合いそう。え、着てもいいです。わー、めちゃくちゃ合いますね。めちゃくちゃ合いますね。え、結構すっきり型。いい、なんかすっきりしました。すっきり、すっきり型。なんかラグランスリーブになってるからどんな肩幅の方でもすごく合わせやすそうですね。あと軽いです、とっても。これも長い割には。あ、そう、長いと重くなるから。はい、重くなりがちですが。そうですよね。なんか可愛い。ノーカラーなのでタートルも首が出て。あ、そうですね。いい感じですよ。ちょっとパーティーっぽくないですか。クリスマス感確かにあるなって思いました。あれだ、セットで、うん、セットで。あ、かわいい。巾着このなんかレースがかわいいですね。なんか黒いブラウスとかと合わせてきれいめでもいいし、なんか白いニットと合わせてちょっとこうワントーンみたいな感じのコーディネートも可愛いですね。お出かけって感じですね。ちょっとおしゃれしたい今年は。なんかもうキラキラがすごい、この辺は。本当にキラキラエリア。キラキラエリア、すごいキラキラです。すごいクリスマスですね。私これすごい気になってるんですよね。これなんかずっとちょっとミニ丈のワンピースにロングブーツを合わせてツイッキーみたいな格好がしたかったけど、短すぎるやつしかなかったので、この長さめちゃくちゃちょうどいい。ちょうどいいですね、この長さは。ちょっとギリギリ隠れるぐらい、ミドル丈のショートブーツ。あー、ショート絶対可愛いです。はい、ブーツと合わせるバランス。ちょっと後ろがゴールドの金ボタンで、いい、ちょっと花っぽくなってるのが。花っぽくなってる。はい、これはちょっとあの買わせていただこうかなって思ってます。はい、ありがとうございます。はい。あ、まだまさに。あ、そう、ブーツありますね。ブーツあるなと思ってました。まさにこれです。まさにこのような感じで、ね、はい。あ、可愛いですね。着たいなっていう気持ちです。こちらのおをこうでしていただきます。わーい、かわいいやつ。はい、もう一つが、はい、もう一つ。それも見てくれていましたが、ボタンストライプのコートです。あ、はい、こちらですか。はい、かしこまりました。こちらですね。こちらも。あ、悩む。悩む。お願いします。はい。来ました。カラフルですね。カラフル、すごいグリーンが似合いますね。はい、もう本当に生えてますね。裏地がこれ可愛い、ね。あ、可愛いですね。すごい。花束みたいな。可愛い。黒も同じ。二人ともあの普段着ない感じだ。着ない感じ。着ない感じですね。新鮮ですね。すごい。初めてチャイルドのコート着たんですけど、めちゃくちゃ軽いですね。初めてですか。うん、初めてです。ごめんなさい、初めてです。違うんです、違うんです。失礼します。え、でも軽いですよね。軽い。スーパー100系。ああ、じゃあもう、なるほど、それはその通りです。アンビデクス系ではもう間違いない。間違いないですね。ボタンが可愛い。ちなみにこのコーディネート、あのこの V のトレーナー着てるんですけど、緑と緑を合わせて見てます。緑でまとまってます。はい、緑でまとめました。はい、もうネイビー一色シンプルだったので、中はユニの柄を入れてみました。ちょっとお出かけ行けそう。なんか美術館とかこの格好で行きたい。ちょっと賢そうですよね。賢そうです、ね。賢そう、知的な感じです。知的な感じ。はい、ありがとうございます。
作り置きました。これも結構2人とも普段ない感じ、はい、大変新鮮です。大変新鮮です、はい、新鮮です。ポイントはちょっと結構ピンク可愛い感じだったので、うん、可愛すぎないように下はパンツを合わすぜって感じで、はい、ちょっとこの何ですかちょっと出してるのもポイントです。ちょっとカジュアルっぽくなって可愛いです、はい、カジュアルさもちょっと取り入れてみました。なんかオレンジ入ると締まりますね。あ、締まりますね。差し色、はい、差し色になってますか。影色の中にこうちょっといるオレンジが、はい、グッと効いてて、オレンジがポイントです。私は、グレーを着させていただいたので、他のチェックのやつと足元まで全部グレーで統一して、もう差し色は赤で全部統一してます。赤が効いてますね、はい、赤が効いてます。ちょっとどうしても本当はジャケットなんですけど、あの襟を見せたかったので中に重ねてきて、ちょっと手元もジャケットの手首を見せることでちょっと自分らしくカジュアルに着こなしてみました。お上手です、ありがとうございます。はい、アイアムアイの、はい、セットアップで、本来は多分釣りのスカートに、ジャケットっていう感じの着こなしなんですけど、今回はセットっぽく見せたかったので中に着てニットをメインで上に重ねさせていただきました。結構重ねれますね、はい、意外になんか結構伸縮性が高いので全然、そうです、伸びなんか動きやすいですよね。そうですね、軽くて全然大丈夫そう。多分西脇ちゃんくらい中が薄いとゆとりがあるなっていう感じで、ジャケットは重ねることないかもしれないんですけど、重ねるとまあ、ジャストで着れるかなくらいの感じですね。はい、おもろいですよね。すごい可愛いですね、今回も綺麗ですね。なんか来ました、やってきました、やってきました。奥のピンクたちがすごい綺麗だなと思って、はい、今履いてるこのパンツ、そうだ、いきので、あ、綺麗、めちゃくちゃ綺麗ですよね。すごい綺麗な色で、個人的にはこの透け系のモヘアがもう分かります、軽いです、ね、大人気ですね、大人気です。私もこれ買おうかなって、私も欲しい、可愛い、なんかちょっと納期によるんですけど、うん、キャミソールとかの上に重ねたいなとか、そう、10月末だったと思う、ね、ちょっとキャミソールちょっとキャミソールでもそれだったらキャミソール着てこれ着てジャケットとかを羽織って、ちょっと10月末だったら着たいなっていう感じですね、はい、そうですね、はい、こちらも気になって、あ、これすごい可愛い、可愛い、可愛い、後ろどういう感じですか？なんかベストみたいに着れるやつみたいで、ちょっとこう綺麗めな同じ色のパンツとかと合わせてラフに着ても可愛いし、なんかロンティーとかの上に着てちょっと可愛いですね、女性らしく着るのも可愛いと思って、これ、うん、はい、これちょっと狙ってます、はい、狙っております、はい、可愛いです。あ、でもこのシリーズ好きです。はい、このシリーズすごい、これは可愛い。あ、それは欲しい人でもこれ私も欲しいんです。可愛い。すごい。はい。可愛いです。これ何合わせますか。いろいろ合わせれそうですよね。こういうバリエーション。あ、もうそういうことですよね。こっちでもいけるってことですか。全然いけると思います。可愛い。あとなんかこちらに関してはなんて言ったらいいでしょう、ニットの首元だけをこういうシャツの下から見せたいっていう重ね着をしたい時に、でも袖周りはパンパンになるなっていう時にこれがあると、襟元だけちょっとこうニット見せれて、でも袖周りはすっきり着れるので、めちゃくちゃ万能アイテムだと思ってます。なんかジャケットの中とか、あ、おしゃれ、絶対可愛いですね。こういうなんかジャケットとかにちらっとこういう感じで着せる、でも腕周りはパンパンにならなくて、ここでちょっとまたなんか違うのが、あ、見えてもかわいいですね、かわいいですね、かわいいです、ぜひぜひ。じゃあ
はい、おすすめアイテム、はい、発表しましょうか。この瞬間がドキドキドキして仕方ないですね。何でしょう。サプライズでやっておりまして、はい、息、はい、ちょっと息ってもらって、はい、はい、息は、はい、このスカートと、はい、さっきお話にも出てた同じシリーズなんですよ。なんと、あ、なんと、はい、お、こちらも、おー、ですか、お、着れる、江口さんが着たいやつ、はい、あと、行きましょう。いや、すいません、申し訳ありませんが、いやいや、完全にすいませんが、失礼します。着てみました。江口さん、気になってたブラウス、はい、着れましたね。着れました。はい、こちらです。いい、こんな感じで後ろ姿がコーディネートのポイントになってます。このスカートっぽくなってるのは実はユニのワンピースそうです、はい、なんかちょっとこうレイヤードですけど一枚のワンピースに見えるような着こなしにしてます。素敵です、はい、ありがとうございます。さすが。ちょっとパーティーっぽくもいけるコーディネートにしてるのでちょっと小さめなバッグ持ってみたりとか足元こうヒールに変えたりするだけでもあのちょっとお呼ばれ服でもおすすめです。はい、私はあの着たかったこの V のロンティーをあの着させていただきました。なんかあの普段本当に黒を着れないのでイメージないよねないので、はい、上をちょっと淡く使用作戦でこの色を選びました。めちゃくちゃ似合ってますよ。かわいい。よかったです。かわいいね。でこの手袋は色合わせでアイアムの選ばせていただきました。すごいあったかい。あったかそうですね、はい、めちゃくちゃぴったり。しかも配色なのが帽子にもぴったりですごいあのベストアイテムですね。ありがとうございます。かわいい。黒似合ってる。やっぱりここを見せたかったのでちょっとインして見せてみました。風に吹かれてた。あ、綺麗です。すごい綺麗でした。形が綺麗でした。こうやって動きたくなる動きが出る感じでかわいい。かわいいです。おすすめです。ハーリッシーのおすすめアイテムをコーディネートしてもらいました。着てみました。着てみました。です。そこにもいますね。はい。ポイントは私は同系色コーディネートみたいな感じにしたので青を拾ってフィグロンドンの青いシャツを下に着て、その色を邪魔しない息のグレーのパンツで合わせてみました。ちょっと男の子っぽい感じのコーディネートです。そう、対照的な感じでちょっと私はガーリーっぽくしてみました。アトリエのこの、ね、布を裂いて作ったレースちょっと見せたかったので上の方に持ってきてカーディガンの上につけてみました。ここがこう出てるのを咲かすのがすごい可愛い。可愛い。はい、はいユニのペチパンツを下におなじみになってめちゃくちゃ使える。おなじみだとは思うんですけど小さな刺繍がレースがついております。実はライトグレーのパンツです。こういうスキル系のアイテムも、はい、あるのでお役立ちに。はい、はい、じゃあパリシを見ていきます。はい、見ていきます。でもこのチェックがやっぱり可愛い。ねえ、目に留まりますね。目に留まりますね。そのチェックが秋色セットアップで、はい、なんかもうこのニットこの感じで合わせるのが可愛いと思いながら違うブランドでちょっと今回は合わせたんですけど、うん、セットアップで着ても絶対可愛いです。可愛い。これはすごいあのパリシーらしさがあって可愛いなって思ったやつですね、うん、すごいこのあたりも可愛いです。ブラウス可愛いですね。着やすそう。切りっぱなしみたいな感じになってるのでちょっとカジュアルな感じで可愛いです。はい、可愛い。着ております。
でもこれちょっと気になってました。ここのくるくるの可愛い2色が合わさって軽い、とっても軽いです。これすごい軽そう。なんか想像よりも丈もちょっとコンパクトな感じです ね。こっちのカーディガンバージョンも可愛い、雰囲気全然違います。可愛い、ヴィンテージみたいな、あ、そうですね、可愛い、可愛い、なんかこれと合わせても可愛いっぽい。あ、はい、こんな感じで柄を入れても入れても可愛い感じですね。パーリッシーニットが可愛いなって思います今回ね。はい、よく見るといろんな色混ざってて可愛いですね、うん、これもですね、いろんな色が、これも本当だ、あ、後ろが可愛い、これは、あ、本当だ、ここにすごい、何色が入ってるんでしょう、黄色と赤と青と白全部言う可愛いです、カジュアルで可愛いです。来ました。わあ、レースがいっぱい、今回レースがいっぱいで可愛いです、うん、いきなりレースがいっぱい、はい、何これ可愛いってすごい思いました。どういうことですか、スカートですか、巻きスカートみたいな、巻きスカートです。スカートの上にさらにレースのスカート、可愛い、いや、ここ重ねてあってフリンジだと思って、すごい、それの特殊もめちゃめちゃ、あー、わかります、これですよね、かわいい、これ、あ、裾もかわいい、袖にもついてる、欲しい欲しい欲しい、かわいい、なんかデニムとかでカジュアルに着たいみたいな感じです、うん、はい、え、もう完全に私ブラウスかもしれないです。私も、一緒一緒、はい、一緒だった、一緒だった、ブラウス、あー、着てそうです、着てそうです、着てそうです、どっちも全部欲しい、捨てがたい、で、私このニットもめちゃくちゃ好きなんですよね、ここと思って、ここがあったかそう、あったかそうですし、なんかここ輪っかになってるのすごいですね。ちょっと輪っかになってるの。輪っかになってるのすごいですね。はい。ハーフジップが。はいはい。ハーフジップ可愛いですよね。可愛いですね。もう、あ、アウター、アウターのシリーズは毎回可愛いなって思って好きなので、なんかこのミドル丈っていうんですかね。なんかちょっと形じゃないけど。可愛いですね。今回は猫なんです、ね。ああ、猫だ。可愛い。めっちゃ可愛い。猫。猫ちゃん。猫の毛の色によって性格がどう変わるか、はい、書かれているんですね。こちらには可愛い。でも本当になんかあるっぽいですよ、うん、知らなかった、性格が。そうなんだ、可愛い。どの顔も可愛い。どの子が、どの子も可愛い。猫ちゃん好きにはたまらないですね。たまらない。猫ちゃん好き、どうぞ。はい。はい。はい。それ気になってました。アトリエといえばこういう、はい、毎度、はい、あの、そうですね、イラストの、イラストというか。何のイラストですか。音楽と夜のプリント、カクニックワンピースですけど、なんか、はい、あの食事してる人がいたり、なんか、あ、でも演奏してる方今いた気がします。あ、ここら辺とか人っぽいですね、うん、これを着て、あの豊島園の跡地に出てたハリーポッターの、あー、はい、あそこに行きたい、できたんですね、あ、そうなんですよ、そうなんです、ああいうところはちゃんとこうお衣装を決めていきたいじゃないですか、わかります、ハリーポッター絶対合う、絶対合う、かわいい、雰囲気がバッチリ、どっちの色もいけそうですね、どっちの色もいけそう、どっちの色もいけそうです、ホグワーツっぽい、レイブンクローとかいや、グリフィンドール赤なんですよね、赤、そう、緑、あ、レイブンクローが緑、あ、すいません、全然違う話で、今、ニコちゃんが着ているぐらいがこちらです、はい、こちらです、ブラウスと、はい、ワンピース、はい、チェックはネイビーの、かわいい、かわいいです、すごい、あ、
ああ、すごい、すごい。捨て捨て。すごい。あ、本当だ。おお、すごい。すごいですね。もうこれだけで。あー、素敵ですね。あ、贅沢です。かわいい。でも、そうですよね。うん、私も思いました。しかもなんかリボンで刺繍されてますか。すごい。確かに。あ、確かに。ダウンとこのくらいの。はい。あ、ちょっと新鮮ですね。ボディの形が可愛いです。可愛いですね。というところで、はい、何をしてもらうかと言いますと、はい、はい、ニグはですね、はい、今回 T シャツからサイズ展開もしております。あ、こちらですか。スーベニア、はい。サイズ違いです。はい、はい、はい、かしこまりました。かしこまりました。そしてアグリルサロンは、はい、こちらまた。チェックコート。チェックコート。こちら、こちら。ユニットはね、また違う。また違うですね。違う感じ。はい。はい。はい。おう。聞きました。かわいい。なんかロンドンガール。ロンドンガールみたいな感じです。このショーパンがロンドンさを出している。はい、そうですね。ロングブーツと合わせて。かっこいい、はい、水色入ってたので水色のニットと合わせました。シンプルにかわいいです、はい、私も差し色緑欲しかったので入れて、 あとはこのハーフユニのハーフジップ着たかったので、かわいい。なんか全然これの上にアウター着れちゃう。あ、本当だ。そういう着方がしたかったので重ね重ねをしたかった。かわいい、緑の見せ方かわいいです。パンツはサボンの、同じでの、はい、ビルデサボンのプリプリ、はい、プリプリニットパンツです。はい。コート、このやつもいろんな色が、あ、いろんな色が、はい、確かに入ってますね。あ、緑の方はいろんな色が入ってるんですね。こちらも、こっちは白を際立ってます。すごいなんかちょっとイラストっぽい感じの糸の使い方になってて、すごい可愛い。これも軽いですね。軽いですね。すごい軽い、着心地抜群です。抜群です。猫ちゃん来てもらいました。来てました。来てました。私が大きい方を、はい、サイズは、そうですね、私が小さい方、なんかビッグサイズ、ビッグサイズなんですけど、なんかでもゆるこの袖の感じのたっぷり感が大きいがゆえ、ね、こんな感じになるのが可愛いなと思います。個人的にはこのサイズすごい、この、あ、このサイズ、はい、あ、可愛いサイズ。ちょっともう下のパンツもゆるっとキリのパンツを合わせて、もうなんか全体的にゆるゆるしすぎてしまったので、この息のさっきもご紹介した名前なんだ、ネックウォーマーをつけて引き締めてみました。はい、もう目線が上に行くので黒入ると全然決まります。かわいい。M サイズ、はい、そうですね。ちょっとせっかくなので重ね地風にしたかったので、息 の、 あの捨ててるニットを あえて重ねて、ちょっとこう、ま、下から猫ちゃん覗いてるくらいで着てます。かわいいです。かわいい、気になるって言ってた。そうですね、はい、でちょっといつもと違ってガーリーな感じにと思って、うん、新鮮ですね。チャイルドウーマンのベースのスカートにちょっとトラッドなチェックを合わせてみます。はい、はい、続いてはキリです。キリです。キリに来ました。すごい、どれも手が綺麗ですね。なんかもう美しいですね。なんか芸術品に近いお洋服がいっぱい並んでますね。みたいな一個一個がかわいい。キリもレースがすごいかわいいね。そうですね、あたりとか。すみません。レースカーテンを普段作ってるところで、言われてみれば、うん、カーテン、なんか
繊細そうに見えますけど実際触ると結構しっかり、そうしっかりめなので、ね、割となんか引っかかりとか気にならずに着れるタイプのレースですね。セットアップで着ても可愛い、あバランス綺麗、素敵ですね、素敵ですね、素敵女子が着てる。関西とかも関西は京都の面店で、あユニ京都の面店でご覧いただけます。あこれも、はい、色違いです。これの後ろがこんな感じ、ギャザー入ってます。入ってます。しかもゴムなので、はい、はい、伸びます。こんな感じで。後ろに仕様が、はい、変わります。ベストとブラウスが、はい、形違いだとあるのでセットアップでも着ても可愛いですね。可愛い。この素材も可愛い。すごい気になってますよ。これすごい気になる。すごいなんかいろんな生地を柄。柄になってますね。細かくここが一つ一つ柄になってて、こだわり詰まってますね。いやそうですね、すごいあの生地折るのも大変なワンピースとブラウスだと思います。形もすごく可愛い、素敵、はい、はい、行きたいですね。ではマックスニットマックスニットを個人的にはこのあたりがとても可愛いと思ってまして、いい、そう裾絞れるブルゾンタイプの、ブルゾンタイプ可愛い、すごい可愛いですよね。色も可愛い、あそうですね、パチパチパチのスナップボタンで着脱楽ちんな、今回のマックスニットこのような感じ、いい増えている、はい、マックス君今回はこんな感じですね。なんか参りしてますし、ゆりちゃんがここにいっぱいいますね。そう、ここにいっぱいいます、ね、家族がいっぱい、でもやっぱり今回これが先ほど着てらした、着てました、こっちを着てましたけど、こっちはあのアンビデックスストア限定のカラーだそうです。綺麗な鮮やかな、これ私去年の持ってるので大好きです。はい、去年もすごい大人気だった、はい、こちらのニットがマックスニットの今年のアンビマックスだ、ずっと一緒だかも。アンビマックスの冬のイチオシ、イチオシ、はい、こちらでコーディネートを組んでもらって、ベストもあります。ベストもあります。あ、はい、はい、そしてキリが、キリが一番先頭のタッチです。あ、なんだこの、はい、かわいい、この子たち、はい、コーディネートしてください。はい、ああ、はい、スッキリしてみました。なんかこの羽織を中心に、かわいい、このサロペット、ここまであるなんかサロペットかわいいですよね。このキリの綺麗な柄にボーダーっていうなんか新しい感じ、うん、インパクトあってかわいい、なんかすごい好きです。すごい好き、かわいい、ネイビーでまとめてみました。めちゃくちゃお似合いです。ありがとうございます。こちらちょっとベストだったんですけど、女性らしい感じで息のピンクのワンピースに、色を拾ってベストと同じ部位のスノーパンツを下に合わせてます。色合わせがお上手です、はい、なんかちょっとこれはワンピースに合わせるくらい、あ、かわいい、かわいいですよね。すごい繊細な生地に息のなんか上質な素材がすごいぴったりな感じです、うんうん、素敵です、はい、全然しこってない。アンビマックス着てもらいました。着てみました。チェンジですね、水色チェーン、あ、そうですね、先ほど着たので、はい、色がめっちゃかわいいですね。いや、眩しいですね、眩しい、色を映えさせたかったのでちょっと周りを落ち着かせてみました。いや、際立って可愛い、際立って、はい、可愛いです。と親指のここがポイントです。はい、去年と変わって指が出るようになってます。はい、はい、なんか私はあの緑を生かしたかったので差し色でオレンジとか赤を使ったら、そう、緑がより際立った感じで、すごい可愛いです。黄緑とオレンジの、はい、すごい可愛いですよね。靴も赤で、靴も赤です。可愛いですね。でもビュルデサボンのあのデニムのスカートで、ちょっと可愛く合わせました。
サボンに来ました。サボンに来ました。すでに来ていただいているレースが取り外しにくい、セットのブラウスワンピースのシリーズを着てもらいました。私はブラウスを着てます、はい、柄に柄を合わすというかわいい意外とでもまとまっててかわいくてしかも襟止めずに着るのかわいいですね。こういう、はい、なんていうんですか、かける感じで襟をユットの上から、はい、新しいかわいいです、はいはい、私はもうスウェットを重ねて上から襟を出して、ちょっとあの丈が私は少し足りないので、あの IMI のジャージパンツを合わせてます。ちょっとスポーティーな要素も入れて着てみました。かわいいです。かわいいです。はい、サボンのショールームをちょっと見て、はい、すごいいろいろあるので、いろいろどこから行きますか、はい、奥からあ、すごい、あ、目につい、はい、色が綺麗ですね、それ、はい、はい、コックシャツのコーデュロイバージョンというかコールバージョンが出てて、あ、なんか新しくて可愛いなって、はい、そうなんですよ、ちょっと秋冬バージョンが新しく出てたので、これはあの個人的にすごい素敵だなって思いました。可愛い。あ、いっぱい持ってきた。いっぱい持ってきた。ちょっとアウターを二方持ってきて。エボダウンですか、これは。なんか丈が、こっちの丈、あんまり他のブランドありました。あんまり、ない、珍しいなと思って、この紐の色とかボタンの色もすごい可愛いなって。はい。ちょっとシアーなシリーズとかも。あ、そうですね。あ、そうですね、向こうが見えるタイプ。あ、逆にこんなのもありますし、あ、西脇さんが見てる方のこれちょっと気になってました、はい、すごくかわいい。あ、よく見たら何ですか、ドット、何ですか、ドットといろんな色だけ、ボーダーとみたいな、なんかいろいろ混ざってますね、いろいろ混ざってる水玉としましまこの色合いがすごく綺麗だな、すごい可愛い、肌触りもこういうのでも可愛い、なんかちょっとタオル地っぽい、あ、確かに感じがして軽くてすごい、見た目よりすごい軽いのと、内側はあのガサガサしない感じになっているので、着心地も素肌に着てもすごい気持ちよさそうですね。なんかショート丈などこういう長めのワンピースとかに重ねて、はい、可愛いと思います。バッチリですね。ニット色違いです、ね、色違いです、はい、オーバーサイズ、オーバーサイズ、はい、じゃあ次行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう、はい、アイアムのショールーム、はい、やってきました。都合により相方が帰りましたので、お洋服だけ残して、はい、ここまで着ていたんした、はい、このようなコーディネートで、はい、着ておりました。推しアイテムがこの中に着ているタッツポールのワンピースになりまして、その上に、はい、アンビマックスのフクリジャガー、はい、ベストにフルデサボンのフーディーも、はい、可愛かったです。とってもお似合いでした。ぜひアンビリックスストアの特集ページやインスタグラムなどでご紹介しますので、はいはいはい、お楽しみに、はい、お待ちくださいませ。はい。はい。はい。こちらのシリーズのパンツを履いておりまして、ジャケットが同じシリーズでございます。はい。セットアップも可愛いですけどね。はい、ちょっと違う。ジャケットで合わせるのもかっこいいです、はい、かなと思って、ちょっとトラディショナルな感じでコーディネートしてみました。パンツにサイズラインがある、ちょっとスポーティーな感じが割と個人的には着やすくておすすめです。はい、はい、見ていきます、でもえ、気になってるのこのワンピースが気になってました。
なんか1枚で着れるし、なんか1枚着の割にはちゃんとウエストマークされてて、ちゃんとスタイルもよく見せてくれるみたいなワンピースが、あのアウターとかをさらっと羽織った時にもちょっと際立つラインが可愛いなと思って気になってました。可愛い、はい、このシリーズも気になってますし、別のコーディネートで西脇さんが使ってたこのミトンとセットのプルオーバーがすごい可愛くて、めちゃくちゃ軽いのに、あの茶色と水色の色合わせがすごい好きで、はい、なんかこういうのにちょっとデニムとかラフに着るだけでも可愛いです。本当に着物のフリーズみたいな、はい、そうですね。でもなんかいわゆるフリースよりちょっと薄めで、比較的こう軽く着やすくて、このシリーズがすごい気になってます。はい、全然しなさそうです。でもちょっと袖のとこキュッてなって、お袖はふわっとする感じが可愛いかなと思ってます。とトップゾーンもすごい気になります。はい、そうですね、チェックがいっぱいあります。これ可愛いですよね。可愛いですよね。襟が可愛いです。しかもこれもちょっとあの肝臓感のある感じで可愛いです。恐竜が、はい、バレッタとか。とフリルバック。はい。ちょっと渋いですね。そうですね。ちょっと変わりました。そうですね。なんかここのフリルもちょっとオーロラっぽくなってる感じで。可愛いです。はい、可愛いです。はい。ジジジジが、そうですね、チャギと猫がいます。あー本当だ、ウサギと猫ですね。お帽子も猫で、はい、鳥たちと犬たち、はい、おります。かわいい、はい、はい、このアイテムもございまして、はい、こちらはうさちゃん、うさちゃん、こちらですね。はい、はい、はい、ここから先は一人になります。頑張ります。お願いします。おディリジー着てもらいました。はい、着てみました。セットで着るのめちゃめちゃ可愛 い、はい、アンサンブルみたいな感じで合わせてみました。はい、ちょっと間にユニのジャンスカを合わせてるので、ちょっとレイヤードっぽく、あの簡単にこなれた感じのコーディネートになってます。最初にすごい使えそうって、はい、ちゃんが言ってました。はい、そうです、ここで登場しました。ここで私が江口が着させていただきました、はい、本人が帰宅しました。相方の意思を、はい、相方が受け継ぎていました。出てくる感じがすごく私は可愛いなって思ってます。そうですね、ちょっとカーディガンで消えるかなと思っちゃったんですけど、ちゃんと見えてるので、あのこのコーデ おすすめです。こちらがプープレです。今回も柄が可愛いですね。クリームが絞ってある。あ、本当だ、感じの本当ですね。こっちのスワンもシュークリームとスワンの組み合わせになってるみたいで、はい、かわいい、ちょっとお菓子モチーフみたいな感じで可愛らしいですね。はい、じゃあプープレのお仕上げの発表お願いします。はい、こちらの柄です。はい、おう。プープレがワンピースを、はい、着てみました。もうエグチャンナイズされております。はい、ポイントは、ポイントはパーリシーのインナーのロゴを見えるような感じでコーディネートを組みました。でアンビマックスのこのベストがちょっと気になってはいたんですけど、このワンピースやってなって、ちょっとこのワンピースと合わせてみました。はい、ワンピースをちょっとスカート風に合わせるのも可愛いですね。はい、そうですね、ベストの子もちらちら
ちらっとスワが見えてます。はい、かわいいです。はい、ちょっとメンズライクな感じで男の子っぽく着るのもプープレはかわいいなって勉強になりました。今日どうでしたか？1日今まであんまり着たことないブランドも着させていただいて、どれも可愛くて、あの接客に活かせそうなあの部分もあって、楽しくお洋服も着れて、あのいい一日でした。この履き方と、はい、雰囲気の違いが、うんうん、はい、コメントしましたけど、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。欲しいものいっぱいです。はい、そうですね、ちょっともう神戸の方にあの新幹線で帰っていきました。はい、ここに、はい、はい、お疲れ様でした。冬の方でも楽しみましょう。はい、皆さん楽しみにしてください。ありがとうございます。